自民党で日本維新の会。そうですね。意外とこういうのなかなかありそうにない。私は国会議員の中で唯一大工職人なんです。お、これポンポンポン。そこにも写真ありますけど、ゴルバチョフの通訳やったり、ビートたけしさんのテレビタックル。あ、テレビタックルね。チリーチェコー。本当はね、一気に満了しないうちに県会議員で怒っちゃったの。じゃあ先生、落選経験あるんですか。中選挙区だとね、ちょっと正直に言うとお金かかって出られなかったと思いますね。自民党方針の段階だってみんなこんなに運命的なねお話と巡り合わせのわけが私はすっからかって単純身を切る改革をしたら半信半疑ですよね。そんなことするの衆参合わせて2割カットしてる。荒川静香が次のツーランドってあったでしょ。あ、俺が見たやつだな、うん、それツーランドってそれでこう気があったいやいや、依頼先生じゃないけど本日はなんとお二人のビッグゲストいや、恐れ入ります。元国務大臣、はい、自由民主党の桜田義孝衆議院に東京維新の会代表代行、はい、日本維新の会石井光子参議院議員。はい、よろしくお願いいたします。すごいこの、なんでしょう、このスター性。いやいやあんまりそんなにね、もうお世辞言われちゃうとね、心がドキドキします。今日は何なんですか、次に会派をまたがって、ね、この国会の実情と言いますか、国民が知らない、ね、自民党で日本維新の会。こういうのなかなかありそうにないんですね。でもね、あんまりね、自民党と維新の政策にね、そんな私は違いがないと思う。そうです、そう、安全保障の関係だって、はいはい、あの国防の問題だってあんまり違いはないと思いますよ、ね、お互いにあのこう出し合って、そうそうそう、修正かけて法案出すっていう提案するやってますよ。特に私と石井先生の間は、建設工事で年間200人の人も毎年亡くなってるんですよ、互いとおからこう事故。建築職人基本法という議員立法をね、石井先生と特に協力していた、よくその頃からの、まあ、法議員立法のパートナーなんですよ。そうなんですね、超党派の議連もできてるんですね。でそこ の、 あの私事務局長をやっております、はい、そういう意味で、まあ、そうそうそう、それでこう偉い先生、いやいや偉い先生じゃないけど私は国会議員の中唯一大工職人なんです。あ、これポンポンポン。もともと大丈夫。もともと本物なんです。本物です。いい家があったら頼んでくれる。腕をよりよく乗ってやりますから。私が18で高校卒業して、まあ20歳から24まで昼間は大工さんやって、夜はあの明治大学のお茶の水まで通ったんです。苦学生ですね。で25までやって25で独立したんです。桜田建設って建て創業したんです。だから案外見かけによらず割とまあ華麗なる経歴はないんですよ。だからもう泥臭いじゃあの過去しかないんですよ。大学を上智を卒業してから同時通訳という商売やってまして、その通訳をやる前はですね、記憶そこにも写真ありますけど、ゴルバチョフの通訳やったり、マイケル・ジャクソンだとか、マイケル・ジョーダンだとか、そういう外国から来る人の通訳をやってたりしてまして、それでアメリカの CBS 局のキャスターになったんですけども。CBS のキャスターですね。そうなんですが、日本で放送、日本で放送するってことになって、日本の TBS で夜中に出ることになってですね、それを見ていた人がビートたけしさんとか、うん、ね、伊丹十三さん、うん、でそれであのビートたけしさんのテレビタックル、あ、テレビタックルね、そう、それにあのインカム つけてですね、うん、なんかベラ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 喋るっていう、うん、あの進行係をやったりして、うん、チェコーって声出してたんですよ私。あ、そうそうなんです。まあ、民間からどうして議員に、うん、
建設会社やって、青年会が一緒に30歳で入会して、33歳の時に青年会が一緒の13代目の理事長になったんです。理事長が理事長って、それで、桜田市会議に出ろよなんて言われて、36の時に柏市の市議会議に出てたんです。本当はね、一気に満了しないうちに県会議員で落っこっちゃったの。じゃあ先生、落選経験あるんですか？ああ、そう。もう連戦連敗。いや、市会議員も一回落選してるし、県会議員も一回落選してるし、で、国会議員も一回落選してるし、一回ずつみんな3回で落っこってます。はい、まあ、県会議員になって、それから初めて小選挙区制が引かれたから、中選挙区だとね、ちょっと正直に言うとお金かかって出られなかったと思いますね。自民党方針の段階、だってみんな、その中選挙区でやった人はお金みんな叩いちゃって、財産吸っちゃってますよ、みんなね。5と4だったんですか？そうそうそう。5億円じゃ落ちる。5億じゃ当選、5億で当選だよね。だからそれだったら出られないです。ここでチャンスが出てきたんですね。最終的に私は4番目の候補なんだけど、はい、私が出ることになって当選したんです。で、先生がもうなんかね、こんなに運命的なね、お話と巡り合わせのわけが、ね、私はすっからかんに単純。馬場伸幸、今代表に公認をもらったんですけれども、それが6月の10日ですよ。もう7月の10日が開票日ですよね。1ヶ月しかない。私はもうまあ無理だろうと。どうして出る、そういう。東日本の復興をやってましたね。セロカ のナースを1700人連れていくとかってね、やってたわけですよ。そしたらその身を切る改革をしたら、歳費の 20% をカットして被災地に持っていくと、と思ったんですけど、半信半疑ですよね。そんなことするの？衆参合わせて 2割カットして、で、いや私が立候補したって誰ももう当選なんかさせてくれないだろうと思って、一か八か出てみようと思って、だから1ヶ月で当選したんです。よく通りましたね。効率のいい選挙ですね。そうです、羨ましいです。今度は与野党でね、建設職人の安全とか所得の向上、はい、地位の向上と応援しますよ。本当に私は仲良くさせてもらっている維新の中でも稀有な存在だと思うんですけれども ね、本当に足場の関係なんか全国組織ありますからね。超党派の方では事務局次長で、私 の維新の中の建設職人の議連の方でも事務局やってますね。だからそういう意味では連携が取りやすい。私はその建設職人協会を作った時の事務局長で、二階先生に会長になってもらってね。だけど、まあ、あんたに任せる、あんたに任せる、一切私に注文を出したことのない会長ですけど。ほんで、顧問に高村先生になってもらって、まあいいよ、桜田さん、いいよ、好きなようにやってくれってやってね。それで事務局長同士でみんな法案を作ったんですよね。だけどそのいきなり AI だとか機械だとかがね、先生、全部対策がね、取って代われるわけもありませんし、僕も大工さんやってたから、で仕事やってる男とチンベーターで4メーターぐらいありますから、そこに落っこったことあるんですよ。いや、たった4メーターでもね、落ちるときは高かったですよ。途中でバンバンって2箇所つかかったんです。干渉されて怪我しなかったんです。よくご無事でしたよね。オリンピックと言いますと、ね、不動産の大臣もやってまして、まあ、このスポーツの文化で今後この日本はどうやっていくんだと。ご自身はなんかバレーボールかなんかできたんだ。ご自身はスポーツ何か。バレーボールはやんないですね。一応空手は三段、柔道は初段です。あ、すごい。苦労です。将棋は五段ですから。将棋五段ってどういう。だからあんまり人と刺さないことです。あんまり刺さないことですね。負けちゃうから。いや、私は剣道やってるんですけど、4段なかなか受かんないですよね。私日本剣道連盟の国会議員団の顧問、女性一人ですよね。剣道はでもなかなかもう本当に痛いんです、あれ。なんでそんなに叩いてんだって言いたくなるようにね、もうね、本当もうやめて、いい加減にしよう、もう普通にもうやれって言って言っちゃう時あるんですよね。下手ほど痛いんですよ。お二人ともこうスポーツ堪能なんですけど、結構文化の
オペラだとかね、見かけによらず好きなんですよ。桜田さん、オペラって知ってるっていうかさ、いや知らない、見たことね。桜田さんね、国会議員になってヨーロッパの人と外国の人という時にオペラの話できないと話にならないよ。でだからあの椿姫だとか、オペラは一番最初椿姫から入るんだって言われて、だからね、あの荒川静香が次のツーランドットあったでしょ、あ俺が見たやつだな、それツーランドット椿姫じゃない、あ見たねっていうか、あのオペラね、見たってんじゃねえな、でも馴染みあります、ね、そうそうそう。社会人になってからは俳句なんですけれども、高浜虚子という、ああ、と言いましたよね、の直系の方がいるんですけれども、そこの弟子入りしておりまして、まあこれはもう苦労しております。その一個とかってできるもんな、はい、高浜虚子の直系のお嬢さんっていうのが、今度維新の渋谷区の区議会議員になられたんですよ、星野、あの愛ちゃんとね、星野愛、その方がちょっといらした時にやっぱり一句読んでくれってこう言うわけですよ、みんな面白がって、そうですよ、季語、今季語が必要ですと、でひまわりとかってこう言うわけです、ひまわり、ひまわりで一句っていうわけですよ。これがあの高浜虚子のですね、直系にあたる愛さんのパッと作ったひまわりや曇天を貫くひたむきさという、ひまわりや曇天を貫くひたむきさ、もう2秒で作られましたよね、私は1日考えて正義とはひまわりに聞け判決の日え、私あの愛じゃなくて密女って言うんですよ、悪戦苦闘してます。この俳句をですね、ユネスコの無形文化遺産に登録してもらおうと今して一生懸命やっておる文化活動を国会議員として働いております。はい、わかりました。まあ、だけどあの、ね、総理が決めるっていうことなんですが、総理が解散を決めるか決めないか分かんもんなんですか、与党に。勘ですよ、政治的に勘。さあ与党でも野党で同じだと思いますよ、岸田さんの性格を見て。ちなみにこの6月に、ね、少し前の、なんか噂あったんですけど、全然思いますか？全くないと思う。だったらばもう人口減少で一員制でいいんじゃないかという方もいらっしゃるんですよ。いるね。議員ばっかりこんなにいて、人口動態こんななってて。だけどね、僕は一員制って反対だね。反対ですか？やっぱりね。